サッカーの試合でピッチに立つ11人のうち、一人だけ巻くことが許されるキャプテンマーク。実力と責任感を兼ね備え、チームメイトや監督に認められた者だけが、その大役を務めることができます。今回は、日本代表でキャプテンを務めてきた選手たちを紹介していきます。それぞれの選手の現在にも触れていきますので、最後まで楽しんでください。J リーグ初期の日本代表で主将を務めたのが、アジアの壁、井原正巳です。その呼び名からもわかるように、鉄壁の守備で、日本のディフェンスラインを支えました。1995年、ドーハの悲劇で、センターバックとしてコンビを組んでいた柱谷哲司からバトンを受けて代表のキャプテンに就任。当時はキングカズ、前園真聖、武田信弘のように派手で目立ちたがり屋の選手たちに注目が集まっていた中、チャラさとは無縁の井原は地味なイメージで扱われていました。派手さはないものの、本人も彫りが深くてなかなかにイケメンだとは思うのですが、見た目の話はさておき、ディフェンダーとしての実力は確か。余計なファールはせず、冷静な判断で最終ラインを統率する姿は非常に頼もしいものでした。後の代表キャプテンの多くが真面目な印象の守備の選手なのも井原の影響があるのかもしれません。爽やかな見た目通りクリーンなプレーをする印象がありますが、日本代表でも共にプレーした福田正博曰く、あんな顔してますけどかなりプレーは汚いとのことで、誠実な雰囲気で警告や退場を回避していたのだとか。確かな実力と性格の真面目さに加えて、そんなしたたかさも監督に買われていたのかもしれません。日本屈指のディフェンダーとして、そして代表キャプテンとして、鴨周監督、岡田武史監督に評価され、10年以上主力としてプレー。日本代表を初のワールドカップ出場に導いたキャプテンとして、日本サッカーの歴史に名を刻みました。そんな井原は引退後、指導者に転身。現在は柏レイソルの監督として、J リーグの舞台で戦っています。過去にアビスパ福岡の監督を務めていた頃には、日本代表の冨安健洋を若干16歳でトップチームに抜擢しており、自分の手で世界レベルのセンターバックを育てたいという思いもあるそうです。井原監督の指導を受けて、日本を代表するディフェンダーに育つ選手が出てくるのが楽しみですね。フランスワールドカップ後に背番号4、ディフェンスリーダー、キャプテンマークを井原から受け継いだのが森岡隆三です。ワールドカップ後に代表監督に就任したフィリップ・トルシエは森岡に絶大な信頼を寄せており、フラット3と呼ばれた3バック戦術の中央に森岡を配置。兼任で務めたシドニー五輪代表でも宮本恒康、松田直樹、中澤裕二、中田浩二と若くて実力のあるディフェンス陣を揃えながら、オーバーエイジ枠に森岡を招集するほどの寵愛ぶりでした。歴代日本代表監督の中でも屈指の癖強であるトルシエに気に入られるのはすごいことですが、主将としてトルシエ監督と選手の間を取り持つのも相当大変そうです。むしろそんなトルシエ監督に向かって選手たちの意見をしっかり主張できる勇敢さがあったからこそキャプテンに選ばれたのだとか。2002年の日韓ワールドカップ本戦では直前に負傷をしながら監督の信頼は揺るがず見事メンバー入り。同じくメンバーに選ばれた奈良崎聖剛、秋田豊、曽我畑潤とシャクレ仲間でアゴカルテットを形成し、本番へ向けて士気を高めていたようです。キャプテンとはいえ、この3人と並べるとちょっと迫力で劣ってしまいますね。本戦でもキャプテンとしてスタメン出場を果たしますが、残念なことに初戦のベルギー戦で負傷交代。以降の試合はキャプテンの座をバットマン宮本に譲ることになりました。それでも悔しさを抑えてベンチから主力選手たちを鼓舞し、チームの勝利に貢献。ピッチに立つことはできなかったものの、キャプテンとしての責務を全うしました。ワールドカップでは不完全燃焼なところはあったでしょうが、キャプテンが突然怪我をしても崩れなかったこと自体が、森岡が主将としていいチーム作りをできたことの何よりの証拠と言えます。歴代のキャプテンに真面目で守備的な選手が多い中、明らかに異質な存在です。おそらく彼にキャプテンのイメージを持っている人はほとんどいないでしょう。日韓ワールドカップ後に代表監督がジーコに代わると、中田英寿がキャプテンに抜擢。当時まだ海外でプレーする選手が多くない中、秀の世界基準のプレーや思考をチームに還元させたかった思いからでしょう。当時世界最高峰のイタリアリーグセリエ A でバリバリ主力としてプレーしていた秀は、日本代表でもずば抜けた存在でした。しかし残念ながらジーコの思惑は叶いませんでした。自分だけでなく周りにも厳しいそのストイックさと、臆さずに意見を主張する性格が災いし、他の選手たちと衝突することがしばしば。実績と経験が他の選手と乖離しすぎていて、
世界との距離感が周りと合わなかったことも原因でしょう。チーム内で徐々に孤立していくと、怪我で戦列を離れていた間にキャプテンマークを剥奪されることになりました。ジーコ監督のマネジメント力にも問題があったとは思いますが、実力があるだけでは主将は務まらないという典型例です。日本代表クラスの個性的なメンバーの気持ちを一つにまとめるのはなかなかに難しそうですね。ちなみにヒデの現在ですが、あまりに手広くいろいろやりすぎて動画一本で説明できるかもわからないレベルなので、ここで紹介するのは諦めます。日本屈指の異端児はセカンドキャリアもぶっ飛んでます。メンバーとの圧力でクビになったヒデからキャプテンマークを受け継いだのが常様こと宮本恒靖。キャプテン就任に伴ってこれまで以上に露出が増えると、日韓ワールドカップの時にはフェイスガードで覆われていた御尊顔があらわになり、世間での人気は急上昇。代表キャプテン、イケメン選手多くないですか。お茶の間からの人気だけでなく、キャプテンとしての手腕も上々。冷静かつ的確な判断で日本の最終ラインを支えました。2004年のアジアカップヨルダン戦の PK では審判にピッチサイド変更を申し入れ、流れを一気に変えて大逆転勝利の立役者となったこともありました。ただヒデがキャプテンを務めていた頃からの問題である不節用な選手たち同士の衝突はキャプテン交代だけでは解決に至りません。選手同士のサッカー間の溝は埋められないまま、2006年のドイツワールドカップは3戦未勝利と散々な結果で終えることになりました。フィールドプレイヤー全員が20代と非常に若くて年齢も近い選手ばかりで、まとめ役に徹するベテラン選手がいなかったのもチームがまとまらなかった理由の一つでしょう。選手個々の能力だけで言えば歴代最強クラスで、選手中に問題がなければもっと上に行けたことは間違いないです。宮本のキャプテンシーが十分に発揮される環境になかったことも含めて非常に残念なチームでした。そんな宮本は引退後に FIFA が運営する大学院課程 FIFA マスターを卒業。現役時代から見せていた知性派なイメージにたがわぬ道に進みます。その後古巣ガンバ大阪の監督を務めた後、日本サッカー協会に加わり、現在は理事を務めています。元日本代表のキャプテンという知名度を生かして SNS で積極的に情報発信をしていますが、あまり慣れていないのか、インスタグラムのハッシュタグの付け方の癖が強すぎて笑えます。ぜひ一度チェックしてみてください。ドイツワールドカップ後、監督がオシムに変わるとチームの若返りでメンバーが一新されました。唯一変わらなかったのはゴールキーパーの川口義勝くらいだったため、彼がキャプテンに選ばれました。長年日本のゴールマウスを守り続けた守護神の首相就任は納得の人選でしょう。彼の話をするときには常にあの男の名前がついて回ります。日本代表でハイレベルなポジション争いを続けたライバル、楢崎西郷です。オシム監督は川口の大胆なプレーとそこから生み出される神セーブを評価していましたが、持病の影響で退任することになり、監督は岡ちゃんにバトンタッチ。監督交代後も川口が引き続き正守護神とキャプテンを務めましたが、怪我の影響もあってパフォーマンスの低下が目立ちました。何度か自身のミスから失点を許してしまい、正守護神を楢崎に、キャプテンを中澤佑二に譲ることになってしまいました。しかし岡ちゃんは川口のキャプテンシーについては非常に高く評価しており、2010年南アフリカワールドカップ本戦には怪我の治療中だった川口を第3ゴールキーパーとして選出。出場は難しい状況でしたが、チームの精神的支柱となるリーダーを任せました。川口もその信頼に応え、主力選手の鼓舞や控え選手のメンタルケアなどでチームをサポート。これまでの大会のように守護神としてスポットライトを浴びることはなかったものの、裏方として日本代表の躍進に貢献したのでした。第2次岡田ジャパンでの川口の先発落ちに伴い、新たにキャプテンに選ばれたのが中澤佑二。井原、森岡、宮本と続いてきたディフェンスリーダー兼キャプテンという役割を務めました。冷静沈着なプレーでディフェンスを統率していた彼らと違い、中澤は自身の経験で培ったポジショニングと恵まれた身体能力を生かして自らがゴールを守るプレースタイル、チームメイトに指示を出すというよりもプレーで選手を引っ張るキャプテンでした。本人もただマークを巻いていただけと語るように、周りのベテランたちに支えられながらチームをまとめていたようです。しかし2010ワールドカップ直前、岡田監督が突然の首相交代宣言。主力選手だった楢崎と俊介を控えに回す決断をしたため、同世代で彼らと仲のいい中澤をキャプテンから外すことでチームの不和を生じさせないようにしたんだとか。結果的にこの判断が功を奏し、日本歴代最高のキャプテンが誕生することになったのです。意外な形でキャプテンの座を離れた中澤でしたが、
引退した現在は解説業やタレント業に勤しんでいます。しかしここ最近はおちゃらけ枠はサッカーの上手い芸人牧野智章に、天然キャラ枠は大久保嘉人に奪われつつあります。現役時代のように持ち前の明るさでもっとガンガン前に出て頑張ってほしいです。日本代表のキャプテンといえばこの人を思い浮かべる方が多いでしょう。2010南アフリカワールドカップ直前に中澤からキャプテンマークを受け継ぐと、初出場のワールドカップにもかかわらず安定したプレーでベスト16入りに貢献。その後2014年ブラジルワールドカップ、2018年ロシアワールドカップでもキャプテンとしてプレーし、3度のワールドカップ全ての試合に出場しました。ワールドカップに3回出場するだけでもすごいですが、3度もキャプテンを務めるのはとんでもないことで、世界でも限られた人しかいないでしょう。代表キャプテンとしての任期は2010年から2018年までの8年間。キャプテンとして出場した試合は全部で81試合。任期、試合数ともに歴代キャプテンの中では最長、最多となっています。長谷部がここまで長く代表でキャプテンを務められたのは、その人間性によるところが大きいです。ピッチ上でも感情的になることは少なく、審判とコミュニケーションをしっかりとって無駄なファールはしない。ピッチ外で発言させれば常に優等生回答。食事や睡眠に気を使い、体に悪い行動は極力避けて常にコンディションをキープ。コミュニケーション能力にも長け、選手と監督の橋渡し役が務められる。これでもかというほどにキャプテンに必要な能力てんこ盛りです。多くの監督から信頼を置かれており、特にザッケローニ監督からは天性のキャプテンとまで称されるほどに評価されていました。もちろん選手たちとも関係は良好です。長年キャプテンを務めた重鎮でありながら、親しみやすい性格で若手選手も話しやすかったのだとか。キングコング長友が長谷部が書いた書籍「心を整える」をもじって、彼は心を整えすぎている。少しくらいブレてもいい時もある。と二個上の先輩を SNS でいじったこともありました。真面目すぎる人をからかう長谷部か。というツッコミがチームで定着するなど、意外にもいじられキャラ気質だったようです。見た目と名前にたがわず、誠実なところが選手監督に評価されていたようですね。ロシアワールドカップを最後に代表引退を宣言したものの、39歳となった今でもバリバリ現役です。今シーズンの開幕戦にも出場し、所属するフランクフルトの最年長出場記録を更新するなど、衰え知らずの活躍を見せています。クラブでも監督からの信頼は厚く、将来コーチになることも見据えた長期契約を結んでいます。日本歴代屈指の名キャプテンの今後のキャリアにも要注目ですね。長い間キャプテンを務めた長谷部からその座を受け継いだのが吉田麻也でした。もともと長谷部の不在時にはキャプテンマークを巻くことが多かったこと、オーバーエイジ枠で出場した2012年の五輪でもキャプテンを務めていたことなどから、吉田の就任はほぼ規定路線。納得の人選ではあったものの、前任者が偉大すぎたこともあり、就任直後から長谷部と比較して吉田の首相としての手腕を疑う声もありました。本人も長谷部さんみたいにはなれないと語っており、自分なりの首相の形を目指していたようです。確かに自身のミスからの失点を喫したり、チームの状態が悪い時には感情的になって炎上手前の発言をしてしまったり、顔がでかすぎたり、長谷部であれば起こさないような失敗も多々ありました。それでもチームがまとまっていたのは、不器用なりに頑張っている吉田の姿を支えたいという気持ちが選手たちにあったからでしょう。集大成となった2022カタールワールドカップでは下馬評を覆し、ドイツ、スペインを破って決勝トーナメントに進出する大金星を挙げました。主将として100点の選手ではなかったかもしれませんが、だからこそ愛される彼なりのキャプテンのあり方を示すことができたのでしょうね。カタールワールドカップ以降は代表から遠ざかっており、今年活躍の場をヨーロッパからアメリカに移しました。代表活動から離れた今、思う存分新たな地での挑戦を見せてほしいです。19歳で湘南ベルマーレの主将を務め、2016年リオ五輪でもキャプテンとしてプレー。ドイツのシュツットガルトでも外国人ながら主将を務めていた遠藤航。彼が日本代表のキャプテンマークを巻くことになるのはまさに時間の問題でした。カタールワールドカップ後の初戦で前主将の吉田麻也が招集されず、ポイチはこの時点では誰が正式にキャプテンに就任するか明言は避けていました。しかし第二次森保ジャパンの初戦となったウルグアイ戦でキャプテンマークを巻いていたのは遠藤。周囲の予想にたがわず、後日正式に日本代表キャプテンへの就任が発表されることになりました。実力は今更疑う余地がなく、中盤における潰し屋として日本代表に欠かせない存在で、若くしてクラブでも主将を務めていることから、キャプテン心も十分に兼ね備えていることは間違いありません。
キャプテンとして長谷部に匹敵するレベルにまでなり得る人材とも言われています。この夏、イングランドの名門リバプールにサプライズ移籍を果たすなど、順風満帆なキャリアを歩んでいる遠藤、ビッグクラブで経験を積んで歴代最高のキャプテンに成長してくれることを期待しましょう。今回は歴代日本代表のキャプテンを紹介しました。キャプテンと一口に言っても様々なタイプがいて、チームをまとめる方法の正解は一つじゃないことがよくわかりますね。皆さんが思い浮かぶ日本代表キャプテンに関するエピソードがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた。